今から約4500年ほど前に中国で文字が作られました。これが書道の始まり、漢字の始まりと言われています。日本には285年頃中国から伝わったと言われています。中国から伝わった漢字だけでは日本語を表すことが難しかったため、現在のひらがなとカタカナが生まれました。カタカナは主に外国の人名、地名、外来語に使われます。漢字の A の文字には書に必要な点画、横画、縦画、左払い、右払い、羽など8種の技法が含まれています。 A は書道におけるすべての基本となる文字です。茶道はもともと800年前に禅の僧侶が中国から持ち込んできたもので、最初は薬として飲まれていたが、千利休が禅の精神として結びつけたことにより今は日本の伝統文化として引き継がれています。日本では和敬静寂という言葉があり、お互いに心を開いて仲良くする気持ちを持ちます。お互いに敬うということで、目に見えるもの、心の中も清らかであること、どんな時でも動じない心という気持ちで相手に対して最善を尽くす究極のもてなしが茶道の心得です。お茶碗を回す動作ですが、お茶が出された時に表が自分に向いた状態で渡されます。しかし茶人は正面から飲むほどのものではないという気持ちを表すために、回して裏を自分に向けて飲みます。これが謙遜の表れです。神社は神様がいるところに建てられ、そこに大自然の木が集まると昔から言われています。まずは鳥居で一礼します。次に手水屋で、最初は左手から、次に右手を洗い、最後に口をすすぎます。神様に対する感謝の気持ちとしてお賽銭を入れます。鈴は参拝者の邪気を払うために鳴らします。一般的な拝礼の仕方は二礼二拍手一礼です。